ただ、ボケの方は、ね、これおかしいのは、労災は労災、それ以外は健康保険なんだけど、労災と証明できないものは全部健康保険に結びつけてるから、それは通るんだから、外国でもまあそっちか、外然性が高い方に振り分ければいいだけの話なんだけど、ちょっと派遣法から離れたんですけど、でもまあ、原発とか平和とか、社民党少数政党ですから、労働運動に特化して徹底的にやってくれると支援する人って多いんちゃうから、労働運動を見てるからね、労働協会も力を入れてらっしゃいますから、ね、だからそうなんだから、そこは特化して、しっかりやってほしいですよね。そしたらもう、たらもうなびきますよ。やっぱりね、労働運動を起爆があったからね、うん、やってるとこないからね、ちゃんと世界的にやってもらえれば。つければもう、コロッとひっくり返る、これ。頑張りますよ。頑張りますよ、テイクとして。支えますよ、支えます。私は、日雇いで、ね、東部から長野で、働いてるから。で、長野の方でね、仕事がないってことも含めて、10年前に、派遣会社の方に、ね、登録したんですね。で、ところがね、向こうから電話があってね、3日前に電話があって、で、要するに、何を言うとね、セレブレットと、ね、マウントとね、で、安全靴を用意してくるってわけね、うん。で、そんなのはね、だからそもそもね、会社が用意するわけです。うんうん、ね、で、しかもそれね、今は、民党さえね、社長会見からね、禁止と言ってるね。で、ただ、当時はね、もうね、業者が金から金までありますからね。だからそういう、今の、ね、業者がね、やっぱりフォローしてるんですね。で、まだ、特に今の、非正規職が大体 38% ぐらいですね。で、日雇いも、ね、どんどん少なくなってるんですが、で、それが派遣の方もやっぱりね、偽装で行くようなところで、ね、どんどん姿が見えなくなるように感じられるんですが、実は私は特に夜前とかね、あるいは立ち焼きとかやってるんだから、それで若い、ね、人が結構立ち焼きにも言ってますし、で、カラマとかね、あるいは栄とか、でそれじゃ、彼らの話を聞くと、その夜ね、やはり市民の目を気にして、ね、綺麗な格好をして歩いてるんだけど、夜はやっぱりぬるくしてるんですよ。で、そういう事実があるよね。で、それじゃ、ここまでやはり日雇い労働者が人事故ですから、だからやはり構造とは違って、電波生産と、あと、公共事務に、特化してるから、でしかもやはり、施設の件もね、また控えますから、だから仕事場の波動性があるよね。で、今の派遣もやっぱり今、3ヶ月おきに方針とか、この辺の、ね、派遣とかあるところを通用してるね。で、そこをやはり規制しないとね、やっぱりそういう労働の広がっているところの問題だし、実はそこでやはり増えなくなる、アパートにも増えなくなるという問題があるんでね、大事なところのから今日の問題でも、そういう意味では
まだもう私は伝わってきたんですけど、でそこからやはりあの、声を上げて、ね、あの運動し、行動してれば変わらない。でそこがやはり、あのそれじゃあ、あの農者だけではないから、そこにやはり、彼らたちに、あわられる、その、社会的な仕組みだと思います。今国会にはあの改正法案が出てます。うん、ただ、これではなかなか自民党や公明党に対して民主党今一生懸命すり寄ってますので、なかなか難しいなというのが民主党の中に声がたくさん出て、法案としては出てませんけど、かなり骨抜きの内容が話し合われています。骨抜きの内容がね。でそれでもあの民主党を通したいというのを言うんだということで、今あの、国会の延長をしようという動きがあります。会期末は12月の9日ですけども、1週間ない10日間ぐらいは延長しようと。というのが今民主党支持から出てきますね。延長する中で、民主党があの、まあ、彼らは骨抜きと言わないですけども、中身をかなり変えた修正案を、まだ条文としては私は聞いてませんけど、修正案が提示をされるようです。これはとてもじゃあ私も飲めるような内容ではありませんですね。そこでまた民主党と社民党の間でかなり激しいやり取りがあるんだろうと思います。あの内容、あの、ま、漏れ伝わる、伝わってくる内容はとてもじゃないけど変な内容ですので、これはとてもなりませんわということに、私どもは主張します。どうしてもね、あの、変な格好で妥協するときに私も参りませんから、今日皆さん方に、ま、実情も伝えていただきましたし、その内容も私も、ま、掴んでるつもりですので、国会議員、ちょこちょこ私も話し合って、皆さん方の要望を伝えたいと思います。あの内容ではね、民主党っていうのは、あんまりよくよくないけど、ダメですね。ダメですね。なんであそこまでね、ひどい骨抜きの話になっていたんだけど、それはどういうふうに見てますか。労働者の味方じゃないの。もともと経営者側ですもんね。もともとあの年から労働者の味方のところは大間違いです。大臣の消費税が待ってるからじゃないですか。この時期になんでこれをまたやる、ね、あんなのでや当初も通さなくても変わらないようなやつをなんでこの時期にちょっとやろうとしてるのかっていうのは分からなかったんです。今度のね、民主党の狙いは来年冒頭の通常国会に、消費税の増税案を出したい、そこで決めたいと。その後解散。分からないですね。で、あの消費税もあの騙されちゃうかもしれない、うん、あれ消費者が負担するものじゃなくて、小売店側があれを方針、うん、あれ、ね、しないといけない。だから民主党としては、自民党、公明党を自分のところの方に引き寄せておきたいものだから、うん、どうしても彼ら、自民党や公明党の主張を飲まざるを得ないんでしょうね、今の段階では。それでもともと先にやってる労働者の味方だと私は思ってませんけど、ね、ああいう政党だからコロコロ変わってますよ、うん、あんまり大事そうなものは全部今のうちにこうやっとこうということを、ね、なんで急に出たのかなって話が分からなかったもん、ね、ちょっとあまりに強引すぎてね。なんでそこまで推し進めるかなみたいな。いやそれより先やることあるだろうみたいなね。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、はい、はい、私も上の方やりますこれ、あれも成功したのおかげです。今度、それで行くんですか。